はい、どうも皆さんこんばんは。マー君でございます。本日4月の19日水曜日19時51分でございます。本日のお夕飯、こちらこのパッケージ見て、マンドゥ餃子っていうの。なんか最近さ、いろんなスーパーとかでさ、見かけるようになってさ、まあでも2年ぐらい前からマーク存在はしてたのよ。でもまあ韓国の餃子なんて美味しくないんじゃないかとかいろいろ思って買わなかったんだけど、なんかほんとそこら中のスーパーとかでさ見かけるようになってさ、じゃあな、食ってみるかなと思って、まあすごい今更感があるんですけど、マンドゥ餃子、今日も残業だったんだけどね。まあ焼くだけだからさ、洗濯物とか取り入れて畳んでる間に焼いてさ、まあそういうことはいいんだ。それでは、お前、水曜日の夜に乾杯、お疲れさん。美味しいね。美味しいわ。韓国の餃子でしょ。でね、なんかね、日本春雨とか豆腐とか入ってるんだって、具材に。うん、まあよくわかんないけど、まあとりあえず食べてみよう。あ、つけだれはね、あのパッケージに書いてあったんだけど、お酢と醤油と酢を混ぜて、それにつけて食べてください。あ、そうだな、大丈夫か。じゃあ、マンドゥ餃子いただきます。おいしいのはおいしいんだけど、なんかパンチがないね。うん、なんかほんとパンチがない。うん、あ、ほんとだ、春雨とか入ってるね、中。春雨とか野菜がいっぱい、豆腐も入って。うん。で、なんかご飯用意したんだけどさ、あんまりご飯に合う餃子じゃないな、これ。すごいさっぱりとした。あ、まあ、女性には受けるかもしれない、女の人には。うん。マー君みたいにさ、餃子の王将のさ、ああいうパンチのある餃子が好きな人にとっては、あれって思っちゃうことも。美味しいのは美味しいのよ。皮とかもちもちだし。うん。まあ餃子もね、国が変わればね。うん、いろいろあるんでしょう。うん、でもなんでこんなにさ、一級にさ、日本のスーパーでさ取り扱うようになったんだろう、この餃子。いや、なんでなんだろうね。韓国のね、メーカーのものでいきなり
こうあのいろんなスーパーで取り扱うようになるって珍しいね。うん。まあまあまあ美味しいな。なんか複雑な味だな本当。もうちょっとパンチが欲しいな。すごいさ、爽やかな餃子って感じなのよ。餃子ってもっとギトギトしてほしいじゃん。まあ皆さん買って食べてみて。これ1キロ入ってね900円ぐらい。非常にさっぱりとして、あ、ほんとあのなんていうの、さっぱりじゃなくて肉々しさが全くないんだねこれ。肉々しさがないんだよ、ジューシーさっていうかさ。やっぱ餃子はね、日本の餃子が一番いいんですから。ご飯余っちゃった。ご飯どうしよう。納豆あるけど、納豆これ食べちゃったら明日の朝ごはんの納豆なくなるしな。まあちょっと考えて、なんか食べますよ。お茶漬けでもいいかな。蒸し漬けでも食べたいと思います。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。